10年前に、えー、山形市を中心に、えー、今ここに、えー、出ております写真がありますあの真、ー、美ヶ崎という場所でこの小川のほとりに一軒家が建ってますがここを舞台にしたまさに小川のほとりという映画を、えー、藤沢秀平さん原作の映画を10年前にちょうど撮りまして。 まあこの度えこうした機会にえお誘いいただきましてあの昨日この場所を見にえ久しぶりに行ってみたんですけどもまあなんてこう10年でいろいろねあの変化していくもので自然というものはえだいぶこの川の中にも大きな石がゴロゴロとしておりましてあ随分と。 えー、変わったなと、やはり、えー、この小屋自体も、ですねこれはあの本当にその当時、えー、僕らの撮影をする際に川沿いにこういった小屋を建てること自体が、まあ、なかなかあのいろんな条例の規範の中でいうと難しいんですけども、まあ、山形県の、えー、コミッションの方が本当に尽力していただきまして、 あのこ,のこういう撮影をすることができたというのがまあ本当にあの大きな思い出でありすごくあの山形県が僕らにとってはすごく感謝すべきこういう撮影をさせてくれたなということがすごくあの僕の中では大きい思い出としてあるんですけどもえ自分自身がですねまあ映画というまああの こうことに映画というものに目覚めたのはえ自分は17歳の頃え高校時代にですねまあ僕はあのとあるあのど,ちかどちらかというとえまあ受験校というふうなニュアンスの強いえーえー神奈川県の男子校にえあの通っていたんですが割とその男くさい生活をしている中にまあ思春期ですんでまあいろんな。 えー、普通だったらこう、ね、あの女の子とこう青春を楽しむようなことがある時代ですが割と復活したその受,験受験を目指すようなあの学校にいたものですから復活した生活をしていたんですがなんかあのそういう学校にいたせいかもしれませんけどもなんか文化祭で偶然、えー、アメリカ映画の「タクシードライバー」というです、ねえー、マーチン・スコセッシ監督ロバート・デン・リード主演の。 映画がなぜか文化祭で <laughs> あのかかりましてあのそれまではです、ね、映画にあまり興味がなかったんですけれども、まあ、その映画を見ることでこの映画を見ることで,ですそのタクシーライバーを見ることであっという間にこう映画ってすごいんだなとあのなんか人のこう心の在り方とかあの変えることができる。 っていうか人に影響を与えるこう人の行く道の何かをこう決めるぐらいの力があるもんだなというふうにまあ思ったのが正直なところでしてえ僕はだからタクシードライバーを見ていきなりじゃあ映画監督になりたいかと思ったかというとそういうことではなくて映画は人を何か変えることができるもんだということを初めて知ってそれから映画を見ようと思ったんですね。 えーまあ、普通にその後大学に進学することになるんですけれども1979年から80年代の初頭にかけてというのは割とあのあの今言ったタクシードライバーはアメリカンニューシネマというジャンルのものなんですけれども、まあ、日本でも、えー、若き優れた監督たちが、えー、たくさんこう世に出始めた頃で。 えー、森田良光監督や、えー、家族ゲを取られた森田良光監督や「太陽を盗んだ男」を取られた長谷川和彦監督、えー、など、えー、相馬井真次監督や数多くの,、まあ、あのすごく若い才能たちがです、ね、一斉にこう出始めた頃かなというふうな記憶してるんですけども、まあ、僕自身その。 えー、当時その日本映画というものにアメリカ映画から入ったんですけども僕はなんか日本映画の方が非常に好きでですね、あのー、日本のその頃の若者たちがどう、えー、む世の中に向かっていくのかということを、えー、何か描いているそういう機運をすごく感じまして。 あのそれまでおそらくその日本の映画というのは、えー、遡れば撮影場の全盛期といわれる時代からです、ね、黄金時代といわれる時代から徐々にこう映画自体もこう変化していったと思うんですが、えー、当時の,その80年代初頭の映画というのもある意味こう時代がこう改革されて革新的な。 えこう変化を遂げている頃にまあ映画自体も変化を遂げていたと新しい作り手たちが社会に対して多少こう牙をむくような作品群は取られていたんではないかなというふうにまあ思ってはいるんですけどもそういうふうにこう僕はどっちかというと社会的なメッセージ性を含んだ映画が好きでそのような映画をいずれ作りたいと思い始めて活動をあのその頃から始めたわけです。 えただその簡単に映画監督っていうものにすぐになれるわけでは当然なくてえ多くの人たち時代を遡ればえ映画会社が助監督をえあの社員としてえ登用してその助監督を経て監督になっていく時代というのが日本にもしばらくあったんですけれどもえ僕の時代には あの日活撮影場の方でですね、えー、ちょうど、あのー、僕の少し先輩にあたる金子修介監督とか、えー、ちょっと大先輩になるんですけど根岸吉太郎監督とかが、えー、ちょうど日活の社員から、えー、助監督を経て監督になられた方々ではあるんですけども、えー、そういった、えー、日活では社員から監督になれる道が 残されていたけれども多くはフリーという形で皆さん仕事に従事していた一方あのピ,ピアフィルムフェスティバルあの雑誌ピアが、えー、映画祭を行って自主映画のコンクールを、まあ、毎年毎年80年代初頭ぐらいから行っていたんですそれは今も続くんですが一つの監督への登竜門のようなものが日本にあるとすればピアではないかと。 であの同世代でも、えー、多くの監督たちが PFF を登竜門として監督になっていくという姿も見てあの大きく言えば二通り、えー、助監督をしながら監督になる道が、えー、まずあの日活ではそう,そういったシステムは残っているけれどもフリーの立場で言えばもちろんそれはなかなかあの助監督を続け,続けたからといって監督になる道はあまりない。 えー、ですのでどちらかというと、えー、自分で自分で好きなように映画を撮ってそれを世に提示する方法としての、えー、コンクールまあ言えば PFF っていうものはその一つのコンクールの一つなんですけどもそういったことを目指していくのが、えー、自分の映画に対する表現を何,か何らか示すことができる道ではないかなというふうに 考えていたのはその頃ではないかと思ってるんですが、えー、僕は助、まあ、監督としてですねその先ほどちょうどあ,のある種の憧れを持ったあの森田義満監督に助監督 として森田組に着くことが後にできるんですが、その前に先ほど申し上げた根岸久郎監督や金子修介監督の現場にも携わることができました。そして、その後、森田義満監督と出会いおおよそ9年ぐらいこう。大体。そのいろんな監督たちのえ元で助監督として。 働いていてたわけですがそういう中で映画を作っていくこノウハウを学びながら、えー、やはりあの同じように先ほど申し上げた自主制作映画というのを自分で作ってしまった方が監督への道は近いんじゃないかというふうに思いましてというのはあの、まあ、いろんな監督のタイプがいるんですが僕がお世話になった、えー、森田義満監督という人はほぼあの。 規制の助監督度を経ずにですね自分で8ミリ映画で革新的な映画を作ってポンと映画監督になってしまったちょっと天才派だと言われるタイプの監督だったのでその森田監督の下についていた時に監督が本当にその現場におけるこうひらめきみたいなものを大事にしながらこう映画を撮っていた姿を見てですねあ まあ、あのいろんなタイプの監督がいるんですが僕はその森田組についた時の森田監督のある種のこう輝きみたいなものが一番素敵に思えたというのが正直ありまして、まあ他にもあの、えー、ともちろん影響を受けている監督もあの根岸吉太郎監督とかももちろんすごく影響を受けていると思っている,いるんですがあのなんかタイプがいろいろ違っていてです、ねえー、と根岸さんは 俳優の芝居をこう割とじっくりこうあの撮りながらですねこういろんな角度から俳優の芝居をこう丁寧に作り取っていくタイプの監督でですね森田監督っていうのは俳優の芝居を俳優自身のこうなんか動きにまくあ,のあるし俳優に芝居をさせるっていうことよりも自分がこういう芝居を作る しししててほいいとととうことを割と自分の方からこう提示してで俳優に動いてもらうというタイプの監督でそれをこうどういう画面で切り取るかというふうなことをしている監督だったなというふうな感じがするんですが何かあのまあそのどちらがいい悪いとかっていうことじゃなくて。 なんかあの発信のひらめき発信していくひらめきみたいなことがあの非常に僕,あの僕にとっては心地いいというふうに思えてです、ね、なんかそのじゃあもう自分で撮ってみようという意欲が、まあ、すごく湧いてきたというかそんなことがあのちょうど、えー、ありましたそしてまあ自分自身もこう映画を作るということになっていくんですが、えー、なかなかその、まあ、当時やはりこうどういう映画を作っていったらいいのかというのはとても難しく。あの 何か人々にどのような自分自身が受けた感銘や感動を与えたらいいのかっていうのは、まあ、とてもそのやってみないとなかなかできないことだったなと思って思い通りに撮れたかっていうとそうでもないなと思ったりもまあいたしました、えー、ただその非常にその人のこう流れっていうのはある種の運によって左右されるってこともあると思うんですが僕が、えーまあ、その自主映画を作って 二本目ぐらいの映画がですね偶然その憧れていた PFF というところで、えー、特別賞という、まあ、ちょっとまあ,あまり大きな賞ではないんですが、えー、名前がなんか「特別」ってつくぐらいですから、まあ、ちょっとありがたい賞だと思うんですがそれをこう受賞することができてそれはあの一つの大きな励みになったんですよね。そ、えー、そしてあの一回うういうことをあの何かあの 得てみるとまあ次にまたチャレンジしてもいいんじゃないかということであの僕の場合は8ミリ映画から始まったんですが代理段階として16ミリ映画を作ってみようというふうに思いまして同じようにそ,のそんなに長い映画じゃないんですがあの自主制作映画っていうのはせいぜい60分以内のものがあの基本ではないかというふうにまあ思ってまして多分多くの今の学生さんたちも自主映画を目指す方々はそんなに長い映画を作って いいいいなないのではないかと思いますが人にはいろいろ資質があってあの同時代にもですね僕の時代にも長編映画でチャレンジしてすごくいい作品を撮っていた監督もあの同期ぐらいにたくさんいたりたくさんというかいたりしますただ僕はそのイメージあの映画っていうのはそのある意味あるイメージっていうのをですその当時はどちらかというと物語を語るというよりはあるイメージ あの物語で語る前にこう映像である種のイメージをこう自分の中で作ってそのイメージをどのようにこう画面にえ構築していくのかっていうことをあの当初やっていた気がしますので「の草の上の仕事」っていう映画が僕1 6ミリのえ最初に作った作品でえこれはあのイメージっていうのはですね 草刈りをしている草を刈っているだけの映画なんです男2人が草を刈っている。 アルバイトの,あの役の方にです、ね、太田光さんというあの爆笑問題の太田光さんが出演してくれたので非常にそのご本人はちょっと非常にどこかシャイなところがあってあのなかなか人に打ち解けることがあのどちらかというと得意ではないタイプというふうに僕には見受けられたものですからそのようなキャラクターを生かさせてもらった上でその、まあ、あのそうあですごいう映画を作った。 まあ、そ,その、まあ、映画が偶然にして僕の場合はあ,のある年1993年にそのこういうそういった自主映画の,です、ね、あのコンクールが PFF 以外にもあのたまたまえ兵庫県の神戸市でですね神戸国際インディペンデント映画祭と名乗る映画祭がその年にできましてあの、まあ、そこであそこで 初めてその大賞っていうかグランプリを受賞することができたっていうそれによってですねあの偶然劇場公開にいたりあのここで僕は監督デビューすることになったというのがまあ自分のその序盤、えー、あのその頃のまああの話ではありますけどもまあそこからこう自分が少しずつ開かれていったわけですけれどもいざそうしてですねあのまあ監督はあの 短編でとりあえずあのそういった形で,で,で劇場で公開することはできたけどもそこからまあ何年か経ってようやくこう長編映画を作ることができたわけですそしてあの映画を最初に作ったあのその最初の長編映画っていうのは「えー、月とキャベツ」という風なあ映画でですねそれはあのえー、っと曲が簡単に言うとですね曲が書けなくなったミュージシャンがいて。 そいつがです、ね、あのな,なぜか、えー、田舎の,です、ね、あのひっそ,そりとした場所にです、ねえー、家を構えて、構えてというか勝手にあの住み込んで,です、ねえー、なぜかあの日々キャベツを作りながらです、ね、音楽活動ができるチャンスを待っているみたいな映画なんですね。 音楽家が曲が書けなくなってしまったミュージシャンがなぜかそんな生活をしているとそこにファンを名乗る女の子がですね突然やってきてなぜかそこの家に居ついてしまうんですねで曲を書けなくなったミュージシャンに対して「私はあ,のあなたの曲で踊りたい」と「私はあのダンスをしているんだと」とコンクールで「あなたの曲で歌 踊ったことがあるのので早く次の曲を作って欲しい,というふうなことをですね言ってくるまあ女の子がいてその子との関わりをずっと描いていくんですが徐々に徐々に明かされていくのはその子の秘密でありですねえ最終的には彼女がこの世の人ではなかったということが分かりえそれがあの一つの,あのきっかけになってその曲が書けなかったミュージシャンが ある最後に一曲を完成させるということで映画はエンディングを迎えるっていう風な仕組みの映画を作りました、まあ、これがあのその僕の長編第一作になったんですけどもあのこの時にまあ大きく感じたことはですねまさかあのその自分がその今言ったあの少女の役割は実はあのこの世のものではなかったという存在が画面にいるというのは幽霊がいるということですね。幽幽霊霊ががいいることとによって幽霊がその成仏してしくと あの幽霊として出てきた人間が最後にその作った曲を踊ることによってあのまあこう 月にこう帰っていいくみたいなそんなイメージの,あの映画だったもんですからタイトルも「月とキャベツ」という風なえタイトルになりましてえ何かこう報われない人があの自己実現していくっていうことがどっか映画でやりたいなという風に思っていることでありえそこから先あのいろんな依頼がこう映,画まあ映画監督としてですねあの非常にあの 嬉しいことに、まあ、いくつかの仕事がこう一つの「月とキャベツ」という映画をきっかけに、まあ、自分に来るようになったんですね。えー、そそしてまあおよそ、あのー えーっと監督になって20数年こういろんな仕事をさせてもらっている、えー、その中にはこの「小川のほとり」に出会っていくわけです当初は「小川のほとり」や「山桜」という先ほど申し上げた藤沢秀平さんの作品は自分がそのまさかそ,のそういう時代劇を撮るということはあの自分の中では あの予想もしていなかったことなんです、ね、なんかこう仕事っていうのはあの案外ですねあの自分の予想しないところから、えーまあ、自分の予想しないことがあの案外こう来ることが多くてあの僕は本当にその自分がやってきた仕事っていうのはその月とキャベツ以降いろんなこう。 え仕事をしてきたんですけども、えー、結構あの原作のあるものの映画化っていうのが比較的多かったり、えー、それからその最初の「月とキャベツ」がえある意味その幽霊を扱ったファンタジーというふうに言ってもいいジャンルのものだったのでなんかこう自分がそういったこう飛躍していくような設定の映画を作るとあまり思ってはいなかった。でも案外そういっったこととをやってみると、あのー 極めて僕はあの先ほど草の上の仕事という映画でまあ男二人があの日常の仕事を通してコミュニケーションしてでもそれはたった一日の,あの仕事で終わってしまうというこう人の現実感を描くことがまあ割と自分の中では、えー 好きな方だとそういったところから発したんですけどもなんかこうファンタジーということを一度やってみてあのそれがまたあの人々にこうある種の感銘を、まあ、もし与えたとするならば、まあ、多少与えることができたのでまた次の作品に、まあ、あの依頼することされることになったとは思ってるんですがそういうこう何て言うかなあの、まあ、つまり簡単に何が言いたいかっていうと自分がやろうと思っていたことと自分がこう求められることっていうのは なんかあの違いがあるんだとで自分が求められることっていう中であの最大限こうベストを尽くすことでですねあの案外自分のこう可能性というかです、ね、自分の思ってもみなかった可能性を感じる ことが得られるるここととができるんだっていうことを、まあ、僕はその映画監督の再建としてねちょっと感じたことなのでそれはあのおそらくあらゆる仕事にも同じようなことがいるんじゃないかと、まあ、自分がこんなふうに思っていたんだけど自分は人から求められることで違う,こう,こうステップを歩むことができるっていうことは本当に他の仕事でもあることではないかなと思ってましてで僕はその一つの例としてはそ,のそれまで、えー、さっきのこうファンタジーじゃないですけど ファンタジーとは別な切り口としての時代劇ですねあのをまあ藤沢秀平さんものとしてやってみたらどうかと。えー、で幸いにしてですね小川の鳥というのはそういった意味で藩に背いたとはいえ背いた男を切らなければいけないというあの判明を受けたある種の男のこう、えー、宿命ですね何というか理不尽な宿命ですね。しかも相手は自分の妹の妹 え、旦那であり、かつての兼優であった男であるっていう、もう一つ兼優だったっていう設定があるんですけども、だからまあ、心的には、こう、一緒の同志ですね。かつての同志を、あのき、切りに行かなければいけないというふうな、あの、運命を背負った男の、え、道行き、そして到着して、その、 先ほどの「ほとり」でですねあの戦いをしてですね剣を交えてそして斬るっていうことに成功するわけですがとてもそれ自体はあのむなしいことですよね。あのでそういったこう寂しさをあの悲しさを、まあ、あの勝負には勝ったけれどもとても心の中は泣いているっていうことは東山紀之さんは表現してくれましたが、まあ、そこの映画においてもですね ある意味こう理不尽な判明を通してこう人の幸せっていうのは本当はどこにあるのかっていうことをきっと問うているえ日本人の,その武士の矜持という言い方もできるんですがそれよりもなんか本当にこうえと本当にその切ることが幸せなんだろうかっていうことの疑問が持つことがあったとしてもそれをせざるを得ないっていうその。 あのあれであの運命のこう皮肉さということといや本当にそれは幸せなんだろうかでそこにおいて妹がこれからそのじゃあ妹はどうやったら幸せになっていくんだろうかと自分は妹の旦那を殺したとところがあの同行していった男がですねあのまあ東山さんと同行していった役が心臓という役であの勝地涼さんがやってるんですが。 勝地さんのやった役がその妹菊池凛子さんのことは実は幼少の頃からです、ね、菊池さんの役のタ津という女性のことをすごく好き,好きだったということは、ねえー、兄貴としては分かってお前ら本当にここでこれから2人で生きていけた俺は黙っているから俺はあの。 今回は判明を果たしたけれども俺は君たちに今後の幸せは託していくよっていうところにですねなんかこの小川のほとりの希望というかそういったものを僕は感じてこれをあの作ってよかったなこれをなんかその人が本当に意味で幸せになっていく様を感じてくれればいいなと思ってね、まあ、あの映画を作ることができたんですがえっ、ー、となんかこう。 その、いろんな映画でですね、あの、まあ、何か、こう、本当にやるべきことっては何だろうかっていうことを、あの、まあ、毎回毎回感じるんですね。あの、先ほどちょっと自分は、あの、最初に思っていたことと違うことを、えー、実はその映画の中で与えられて、あの、撮っているっていうことは言いましたけど、別にその、じゃあ自分が本当は、 まあ自分の資質というか自分のやるべきことというか今本当にじゃあ映画があのこういうコロナという中でまあ作りづらくなっていき人々も あの何かこう映画館に行くこともなかなかできなかったあの時を経てこれからこう時代がウィズ・コロナと言われるこう,こういう状態になった後もですも人々にとって映画とは何か映画っていうのは本当は何を求めて映画に行くんだろうかそして何を求めて僕たちは映画を作り続けていくのかっていうことがあのよりこう困難になってるからこそまあ困難というふうにこう言われている。 わけですね、あのまあ映画にはお金が必要でお金を集めることもまあ、まあ、まあにならずじゃあ本当にどんな企画がその,その後本当にこうこの世の中には必要なのかっていうことをですねいろいろとん考えていかなければならない時代にはよりなっていると思うし簡単な言葉で言うとやはり人があのさっきの小川のほとりでちょっと申し上げたように人,の人にとって本当に幸せとは何か。 幸福感あるいはその先ほどのミュージシャンがある曲を完成させる意味でのそういった意味での達成感とか、まあ、生きる喜びとかですね人とこうどういうふうにこう分かち合っていけるのかとかそういったようなことあのをですねあの映画の中ではあのなんか描くことで、まあ、人にこう、えー、やはりこう映画っていうのはどこかで え最初に申し上げましたように感銘とか感動とか刺激とかそれからある種のまあ人生観の矜持あの提示とかある種の世界観の提示とかっていうことをあの映画っていうのはあのしていくもんだと思うんですがそういうこうなんていうかなうんと人にとっての本当に幸せを感じる瞬間の何かに至るようにまあ,まあ手を変え品を変えいろんなジャンルで 物語をこう駆使しながら時には原作の物語をあの僕は原作多いんですけど原作を映画化することだったりあるいは自分の中から生まれてくる物語だったりで本当にそれをこうどういうふうに提示するかっていうことがまあこれからもその映画監督としてですねあの作り続けていくためにはあの必要ではないかとそのことはえよりこう困難な時代になったからこそ えー、よりこうよりこうそあの多くの人々にとって映画というのはそうあるべきであるというふうにより強く思ってあのなんていうかなこれからも、まあ、作り続けていきたいと思うこの頃ではありますがはいあのー、まあということでえっ、ー、と、えー、まあなんかもっといろいろ話がこう飛び火していくといろいろな話ができるんですけども。 なんか今ちょうどなんとなく自分の話の中ではちょっとまとまりを持ったかなと思いましたので話をこう今日は終わらせてまあでもリモートでですねこれがあのこうして出ていくっていうのはなかなかやっぱりこの時代ならではのことであの本来ですとこうお客さんがたくさんいる中でこう話をするっていう機会とえそれからこれがいずれ映像でこう流れるということではあのなんていうのですかねあのその感触というものは 多少違うんですけども多分にこうあることを述べながらも飛躍してなんか違うジャンルのあ違う話も飛び火していったような嫌いもありますが、えー、こんな感じであの一応お話は終えたいと思います。今日はどううもありがとうございました 最後にパート4は未来を開く映画の力をテーマに行ったシンポジウムの様子をお届けします。ぜひご覧ください。